時と文一郎さんはこちらです。ダダン、1ミリも知らない鬼滅の刃クイズよ。ダダン、ダダン。前にね、3日間鬼滅の刃生活ってのもやったんですけど、やってましたね。僕は2週ぐらい読んでるんですよ。うん、2週読んでる、すごいよ。ジャンプも追ってるんですよ。今のジャンプのめちゃめちゃおもろい。しかも今さ、19巻とか全然買えないみたいなニュースなって。あ、そうだね。そう、それぐらい人気なんですけど、はい、今回渋谷くん、はい、鬼滅の刃そんなに知らないよね。1話ぐらいをアニメで見たぐらい。なので今回は、はい、その知らない知識のまま僕は問題出します、はい、その人の名前だけを伝えるんで、はい、似顔絵とか、うん、好きな食べ物とか、うん、それ全部予想して当ててください。なるほど。こう見えて中3まで漫画が絞ったんで絵はうまいです。なので期待してます。はい、でこれね、やってるクリエイターさん何組かいて、はい、まあ、ちょっと概要欄で貼っとくんですけど、はい、それを参考に僕たちもやってみましょう。はい、はい、ちょっとせっかくなんで、はい、やんちゃボーイ2人組も、広島が生んだやんちゃ、広島が生んだやんちゃボーイ2人組もあの知らないってことで、ちょっと呼んで一緒にやりましょう。はい、はい、ぜひオルタナチャンネル。ちなみに大河の経験はどうですか、鬼滅の刃。俺は、めいっ子に無理やりアニメ1話見せられて、うん、途中で寝ちゃったんで。途中で寝ることある鬼滅で。なんか怖かったです。怖くて寝たんかい。怖くて寝ちゃったんだね。え、大河は ?1 話見たぐらいですね。じゃあ今回は、その1話で出てきてないぐらいのキャラクターから、失礼します。はい。はい、で、結構人気キャラクター、はい、を出していきたいと思います。はい、じゃあ名前を伝えるんで、はいはい、その似顔絵と年齢、趣味、そして好きな食べ物多いな。で、その出した時に大体こういう性格みたいなのを説明してください。なるほど、なるほど。はい、第1問、はい、品津川さねみさんです。まず性別が分からんもん。男子でも女子でもいける名前だよ。いけますね、さねみは。さねみさんは、さねみ、ちょっとごめんなさい、僕発音とか間違ってるとこあると思うんですけど、その時は優しくコメント欄で教えてください。確かに、全部で3問あります。一番、まあ3人の中でドンピシャじゃなくても一番近い人を、選びます。はい、その人が正解者です。正解した方には19巻をプレゼントします。いや、1巻からいきますね。できた。多いよ。できた。できました。多いよ。ぽい。それではじゃあまず、はい、KK からいきますか。はい、じゃあそれではKK の品津川さねみはこちらです。ドドン、こちらです。カッパ。品津川よ。それ逆さ湯とかじゃないよね。逆さ湯してみます、一回。カッパやん。カッパだよ、これ。あ、だ、忍者っぽい感じなんだ。そうです、そうです。スピードタイプです。スピードタイプ。忍者でちょんまげあるじゃん。スピードタイプです。スピードタイプ。めっちゃうぜ。スピードタイプだから。さねみ、男女どっち。これは男ですね。あ、男。はい、男。何この耳。これは人間じゃないんですよ、実は。え、何その、なんか背景とか教えてください。これは川から出てきて、うん、品津川の川だ。そうです、そうです。今では品川って呼ばれてる土地ですね。品川に昔の。そう、昔の品川の。じゃあちょっと、はい、年齢は。年齢42。はい、趣味盗み。盗み。好きな食べ物銀。怖い。そう、盗みっていいな。趣味盗み。なるほどね。はいはい、じゃあケイちゃんの品津川はこちらです。趣味あります、はい、ありがとうございます。じゃあ続いてタイガくん。はい、それではタイガくんの品津川、はい、さねみはこちらです。はい、ダダン。どうすか。怖っ。怖っ。で、その左側にさ、これ何。これですか。うん、これ手です。えぇ、ー、違うんですよ。なんでそんなホカホカマークですか。温泉マーク。よくぞ聞いてくれました。お、はい、これ本当は手をこうやってるとこ描きたかったんですよ。はい、うん、こう妖術出してるみたいな。なるほどね。それがうまく描けなくてなんかこんなになっちゃいました。これはおばちゃんなの。おばあちゃんです。あ、おばあちゃん。そこじゃあ説明させてもらって。はい、お願いします。82ですね。あー、だいぶいってるね。はい、でもレジェンドなんですよ。あ、もう結構上の位の人。はい、で、趣味神社巡り。はい、で、神社の経営をしてるんですよ。で、好きな食べ物は揚げ出し豆腐ですね。揚げ出し豆腐。なるほどね。大正時代とかありそうだね。リッチなんですよ。じゃあキャラクターとしては何をしてる役割の人。あの、レジェンド。レジェンド。みんな、なね、サネミさんのとこに行くんですよ、あの教えを恋に。なるほどね。なるほど。ということで大学へは、はい、まさかのおばあちゃん、高齢のおばあちゃんでした。はい、じゃあそれでは最後、はい、シビラジャパンくんの品津川サネミはこちらです。じゃじゃん。どっけしてんだ。なんか女性です。ほう、女性で、うん、あの言うならばなんか感情のない女性。あー、はいはいはい、はい、だけどめちゃくちゃ強いみたいな。はいはいはい。で、漢字的にも死とか入って、うん、で、冴える眠いみたいな。なるほど。で、のっぺりしてるんだけど美人キャラ。
なるほど、美人キャラクター。はい、じゃあ年齢と趣味と好きな食べ物も発表お願いします。年齢が47歳。意外と言ってですね。綺麗な47歳。そう、綺麗な47歳。で、趣味がやっぱ川が入ってるんで、川遊び。ああ、やっぱそうなんですね。で、食べ物は蜂蜜。ほう、高級、高級、ね、そうそう、ちょっとやっぱそこは女子、あ、可愛いのがあるんですね。そうそう、なるほどっていう感じですね。へえー、なるほど、それぞれやっぱ違いますね。違いますね、やらけますね。じゃあ、はい、正解の画像を見せたいと思います。はい、はい、それでいきますよ。はい、品津川あさみはこちらです。ダダン、俺近くない怖っ。じゃあちょっと解説していきたいと思います。はい、お願いします。で、年齢は21歳。若っ若っ。何歳タイガ？82です。めちゃめちゃいってますね。で、趣味、カブトムシを育てる。うわー、惜しい。少年、惜しいか。そして、好きな食べ物、おはぎです。うわー、うわー。でもそこは当たりそうだ、下手したら。そうですね、当てて。で、見た目と乱暴な言動とは裏腹に理性的で常識な面も持っている人物です。へー、なるほど。そう、結構乱暴なんですよ。うん、でもちゃんとその親方様とか目上の人にはもうしっかりしてて。なるほど、なるほど。そうなんですよ。いや、読みたくなってきたね。ですね。そうなんですよ。ということで1問目、いや誰だ、難しいな。むずいね。いや、まあ全然同点でもいいですよ。あ、タイガーちょっと下げてもらって。いや、でもこれ経験か。ケイちゃんです。よっしゃー、1問目イエス、1ポイント。じゃあ続いて第2問いきたいと思います。はい、時藤無一郎。うわ、時藤無一郎。時藤無一郎、そう、結構鬼滅の刃は一人一人が持ってるね、ストーリーがあるんですよ。うん、感動する。で、この時藤無一郎くんにもくんって言った。うわ、ひど。いやいや、ひど。それはでもキャラクター感半端じゃないですか、それで言うと。うわめっちゃ引いてるじゃないですか。うわできました。ちゃんと皆さん狙ってくださいね。はい、ポイント。本当に狙ってます。じゃあ、渋谷ジャパン KK タイガーの順でいきましょう。はい、はい、じゃあそれでは渋谷ジャパンくんが書いた、はい、時藤無一郎さんはこちらです。はい、こちら。うわうわっ、怖い。怖いでしょ、無一郎じゃん。漫画より無一郎か。無一郎、一番無一郎。漢字としては時を、時間で時を問う、はい、なしで一郎。うわ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 。じゃあ時間にシビア。時間にシビア。遅刻とか絶対許さない。なるほどな。特徴は時間にうるさいと。で、年齢は意外に若いです。こう見えて28。はいはいはい。で、趣味は石集め。はい。で、食べ物は意外に甘いものが好きっていうおしるこ。なるほど。ギャップがあるかなっていう。はい、はい、確かに。めちゃくちゃいい人。はいはいはい。とにかくいい人。めちゃくちゃいい人。人望だけで残り着いた。そうそうそう。人気キャラに。いやー、だって知らない人たちが見て、おーって言ったもんね。はい。ね、時と無一郎感あるよ。あ、いや、これはもしかしたらあるかもしれないですね。はい。じゃあ続いて KK、はい、これ、いきましょうか。俺実は、ちょっと渋ジャパさんと結構被ってる部分多いかもしれないです。あ、ほんとに。名前が分かりやすいもんね、はい、無一郎ってところで、はいはいはい、こちらです。ははは、似てんな、ちょっと漢字一緒じゃん。そうなんですよ、漢字一緒。あ、でも10が入ってる。そう、俺は時間を時と呼んで、なるほどなるほど。で、時間が十分にない一郎。十分になるほどね。ここで区切るんだ。無一郎もここじゃなくて、一郎で区切るんだ。時間がないんだ。あと何、この鬼滅でこのキャラはないでしょ。こいつ人気出ないでしょ。人気出ない。めちゃくちゃモブキャラでやってます、うん、ただ後々こいつヤバくなるんじゃねえ説。なるほど、進化して。コビーだ。コビーね、ワンピースでいうコビーね。ねで13歳。おお、若い。で、趣味、ここもちょっと渋沢さんがかぶってて、はい、石蹴り。石蹴り。おお、なるほど。で、好きな食べ物、トウモロコシ。トウモロコシ好きそう。ありそう。ありそう。こいつ今はめっちゃサボったりするやつなんですよ。なるほどね。そう、で、時間がねえわ、時間がねえわって言ってるんですけど、お前がダラダラ過ごしとる時間ないんじゃって周りに言われてる。うん、そう。でも28頃には進化して、これじゃん、渋谷さんこれ。どっちの、どっちの、確かにちょっと面影ある。そう、すごい、めちゃくちゃ強くなる。そう、石蹴りが趣味だったのが石集めに。なるほどなるほど。無一郎ってことはタイガーもしかしたら似てるかもしれない。似てる可能性ある。じゃあそれではタイガーの時と無一郎こちらです。はい。ええー、ちょっと、ちょっと、何これ、
俺は狙ったでしょ。俺はボケてきてるよ。ボケてるやん、もう大正時代にパーマに来た。俺はふざけてちょっとやってんな。でも名前も何これ、鳥じゃん。あのトキっているじゃないですか、鳥で。はいはいはい。鳥をトキと呼んでるんですよ。なんでトキが10匹。なるほどね。もういないじゃん。いないんかい、言ってくれ。バカにジーパンじゃん。ダメすぎるだろ。違うんですよ、平成じゃん。こいつが初めなんですよ、それの。そのファッションの。はい。ファッションって元祖ファッションリーダー。説明しますけど、はい、鬼なんですよ。あ、鬼側ね。角生えてるもんね。はい、角生えてるんでよく見てください。なるほどなるほど。で、年は、うん、はい、人間界と違うんですよ、もう基準が。はい、なんで213。あー、なるほどね。鬼側の年齢ね。なるほどね。で、趣味はもちろんファッションで、食べ物はいちご大福。かわいい感じなんですよ。はい、なるほどね。このギャップで人気がある。人気あるか、こっち。人気ないよ。絶対人気出ないんだよな。そうだよ。やだな、こんな鬼。じゃあ、いや、俺も思いましたよ、途中からもうボケてんなって。じゃあ、それでは、はい、発表したいと思います。トキとフンイチロさんはこちらです。ただー、めちゃめちゃ美少年です。トキとフンイチロさん、はい、年齢、はい、14歳。うわー、やった、俺13じゃん。めっちゃ近い。趣味、はい、折り紙。おぉ、ダメ。ファッションじゃん。近くないですか。全然近くない。好きな食べ物、風呂吹き大根。当たら、過去に何らかの理由によって記憶喪失となっており、さらに頭に霞がかったように物事をすぐに忘れてしまう後遺症を負っています。お、俺の無一郎じゃん。あったっけ。そんな説明してた。忘れちゃう、時間忘れちゃう。時間忘れちゃう。なるほど。これむずいな。これむずい。三者三様。経験で。やったー。あの年齢が近いっていう、ね、そこだけです。高評価してね。ということで2ポイント。ただ最後の問題、はい、当てた人は100万ポイントです。しゃ。これはもう絶対し、もう当ててください。で、これは名前から想像しやすいと思います。ちょっと。じゃあそれでは、はい、第3問目、最終問題いきます。胡蝶忍。胡蝶。やべ、隠しかけやん。でも俺、内藤さんの傾向を変えました。うわっ、ってことはもう100万ポイント取りに来るよ、これ。はい。いいね。いいっすよね。いいね。いいっすよね。うわ、いい、うまくなってる。うまい。あれ。さあ、それでは同じ順番でいきますか。じゃあ KK タイガ渋谷ジャパンでいきましょうか、はい、さあ、それでは KK の胡蝶忍。ちょっと無一郎透けてんだ。無一郎透けてんだよ。ムカつくな。ムカつくな。さあ、最後も取るのか。はい、それではお願いします。どうぞ。こちらです、胡蝶忍。おお、なるほど。何なにそのキャラクターみたいな、アイコンみたいな。葉っぱを加えてって、はい、で葉っぱの上に蝶々が乗ってます。あ、なるほどね。はいはいはい。男、はい、これは男なんですよ。ただお前女みたいだなっていじられてます、周りから。え、女みたいだなって見えなくそこを聞いてください。はい。で、まあ17歳の男の子なんですけど。17歳。趣味が四つ葉のクローバー探し。かわいい。で、好きな食べ物がさくらんぼなんですよ。ほうほう。だから周りにそのお前男なのにどんどんめめしいなっつって、うん、あのいじられてるんです。なるほど。うせえやいって安いキャラクターだな。で、これはどっち側ですか、鬼と味方側。これ味方側。あ、なるほどね。はい。もうやっぱ弱いんですよ、ずーっと四つ葉のクローバー探し。だけ鬼との戦いで帰ってきた仲間に、うん、お疲れってあの見つけた四つ葉のクローバーを優しい。そういうことの優しさも。あ、いいね。優しいいい子っていうので。なるほどね。ファンがついてます。あ、そう、優しさにファンがついてる、はい、なるほど。いや、いいですね。胡蝶忍。胡蝶忍。続いて、はい、太陽くん。はい。太陽くんの胡蝶忍はこちらです。はい。おお、胡蝶忍です。お、なんか急になんか確かに鬼滅の刃っぽい感じになってる。うまいよ。掴みました。俺感じれるんですよ、内藤さんを。俺からも感じ取って、はい、書いたとかね。はい、内藤さんっぽい顔。確かに。俺からインスピレーション受けたんだよ。ドラゴンボール感もあるね。あ、そうだね、髪がサイヤ人。そうなんですよ。スーパーサイヤ人みたいな。あの、完全にサイヤ人からインスピレーション受けてます。あー、超超ってこと。はい、超です。なるほどなるほど。ちょっと超。ちょっとでも、こいつめちゃくちゃ強いです。あー、なるほど。で、もう相手の死を飲み込んで無にするんですよ。うわうわ。もう相手を飲み込んで、死を
チンするってことです。なるほどね、はい、はい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 。設定は18歳、若っ、はい、で趣味はあやとり、はいはい、いいあやとり、食べ物はイオカンガスニャンですね。なるほどね、すごいな。この趣味と食べ物でちょっと可愛い部分を見せることによって鬼滅のキャラにファンがつくようにしてるんですよ、作者さんは。なるほど、ね、そこが鬼滅の人気のポイントでもあるようで。そうですね、知らないだろ。じゃあ最後、はい、ジャパンくん、これね、KK と被ってます。なんで、うわ、やっぱり感覚が一緒なところはあるかもしれない。こちら、ほう、うわ、ほう、これどっちなの、男女、これ女でしょ、これジェンダーです。そうなんです、ジェンダーです。これ男女不明なキャラ、うわー、うわー、それ痛い。どうした、どうした、それやりたいよ、やりたい。年齢、はい、18歳、おーし、趣味、マリ、ほう、あ、これで、これは女性っぽいんですけど、食べ物好きな食べ物はスコンブ。なるほど、どちらが男っぽいから大将わかんないなっていうところ。なるほどね、うん、これどっちが押すか、これも、味方です。あ、味方、なるほどね、うん、よし、じゃあ答え合わせいきますか。はい、あるある。ご調子の場はこちらです。ただーん、うわー、めっちゃ綺麗。真逆の人種だよね。若く着てますね。年齢、はい、18歳です。よし、よし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 、惜しい。18歳でございます。そして趣味、はい、怪談話、好きなもの、はい、生姜の佃煮、うわ、渋い。最後にスイカ問題です。普通は刀で首を切るんですよ、鬼の。でもこの胡蝶忍さんだけは違うあるものを使って鬼を倒すんです。あ、分かった、それが何か。これ当てられたらもうドンピシャです。じゃあ3人一斉に出してもらおうかな。はい、こちらしのぶさんは何を使って鬼を倒せるでしょうか。せーの、ドン、目、アイ、髪の毛。正解は毒です。ちょっとひねりすぎてる、みんな。目って何、目のそのラブビームみたいな。ラブビーム、ラブビーム。ということで、はい、全員正解です。ということで優勝は KK です。2ポイントということで、鬼滅の刃好きだよって方はね、ぜひチャンネル登録、そしてね、高評価の方お願いします。もしね、1万いいね超えたらまた鬼滅の刃企画やりましょう、何か。はいはい、ということでぜひ皆さん読まないでくださいね、まだ。いや、まだダメ、まだダメです。読みたい、我慢してください。まだね、問題あるんで待っててくださいね。